はい、こんばんは、島津でございます。ウェルカムトゥーパラダイズ、続きからやっていきたいと思います。それで今回はアニーのミッションが完了したんで、ペドロのミッションね、あのこの下にいたサーカスの、団員さんですかね、この方の、ミッションになっておりまして、ゾンビパンデミックがね、あの発生する前はサーカスを営んでたみたいなんですけど、まあパンデミックが起きてしまったからもう休園することになったんですけど、その休園前までのかつての栄光ですかね、いろんな、そうだね、あのイベントごととかで作ったであろう記念のものとかね、思い出の品をどっかに隠したみたいなんですけど、その地図をね、砂漠にいる、デイビスにね、奪われてしまったみたいなんですよ。なのでペドロの思い出の品を返すためにちょっとデイビスに詰め寄っていきたいと思います。まあその他にもね、レディーテイマーって言って調教、動物を調教するね、サーカスの団員ですかね、さんがいたみたいで、その人のミッションもね発生してるんで、できればこの2つね、やっていければいいかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。あった、あのね、アロエね、取ってた方がいい。アロエでも、実は、その、冷える熱をね、下げる効能があるっていうことが分かったんで、あれどこだっけ、アロエ。あった。これ、ほら、体温が下がるんですよ。だから、なるべく砂漠地帯にいるときは、アロエ見つけたらね、探すべきですね。ちょっと涼みましょうか。自分もね、散水する装備欲しいね。まだこの装備はね、持ったことがないんだけど、ここ限定の特別な、装備ですかね。はい、デイビス、なんで盗んだの？ Howdy, tourist. I'm looking into a tale they tell of these parts. Interested? ん？あ、これデイビスのミッションか。いや、遠慮しとく。あ、なるほど。デイビスに直接聞くことはできないんだ。あ、ここまで行って探せってことか。あれ？違う違う。みんなみんな。デイビス二人いるわ。こっちがノーラン・デイビス。で、こっちがアルフレッド・デイビス。兄弟っぽいね、デイビス。あ、だからペドロ、2メートル級の大男って言ってたんだ。自分が知ってたデイビスはすごくちっちゃかったから、なんで2メートルって言ってたんけって思ったんだけど、どうやら兄弟がいたみたいで、そっちのことを指してたみたい。ああ、なんかでっかい建物がある。アルフレッド・デイビスが持っている宝の地図を探す。戦車のような体格、ノーラン・デイビスの兄と話す。あ、兄ちゃんなんだ、こっちの方が。でもどこいるか？あ、確か、でかっ。でかいね。足長じゃん、めちゃんこ。機械化はしてないよね。まあ、なんか武装してるって感じか。You want map? Alfred has map, but Alfred not like map. Won't surprise Papa. Tried to find treasure for Papa, but Alfred can't read, soAlfred can give map, but you help Alfred first. New plan to surprise Papa. You find nice car parts, then see Alfred at scrapyard. Alfred tell you where map is. デイビス兄弟ではなくて、デイビス一家みたいね。どうやらどっかにお父さんもいるみたい。デイビス家の。それでそのお父さんを驚かせたい。サプライズをしたいっていう理由で、その宝の地図をね、盗んだみたいね。ただね、盗んだはいいんだけど、地図が読めなかったっていう事実が分かって、今に至ると。まあ、お父さんを驚かせましょうか。車の部品を探す。車の部品は、あ、ここにあんだ。ちょうどテイマーがいるとこだね。レディーテイマーが。なんだ？ああ、以前いたゾンビだ。動物ゾンビ。こ
これ何ですかね。あ、ミーアキャットだ。ミーアカ、ミーアキャットゾンビですよ。砂漠地帯にいますもんね、ミーアキャット。新しいロケーション、Z ファイト。あ、ゾンビの掛け事をしてるとこっぽい。ここ。だよね。ほら、闘技場がある。ただ、お金の概念がこのゲームないから、待て、はあ、ガズルゾンビだ。危ない。ガズル、痛い。ガズルゾンビタックルしてくんな。危ない。まだまだ出てきますね。ゾンビたち。うん。イベント入った。 Hey, you with the hair. Destroy these pylons and kill the zombies. これがレディーテイマーみたい。あれ？破壊してるよ。破壊してるよ。急にイベント入っ、待って、まあ、肩、やめてくれ。快適に遊ばせてくれ。まあ、レディーテイマーは後回しにして、待って、足が取られ、取られる場所がある。深い場所があるわ。で、ゾンビが埋まってる。あった、機械の部品。あ、違う。なんだっけ、アリ地獄じゃなくて、なんだっけ、底なし、え、なんだっけ、こういったの。多分ここずっといると死ぬわ。うん。お、見てみんな。あの、打ち水の装備を持ったゾンビたちがいる。つまり、あ、霧吹きだって。つまり、これを装備すれば、ね、あの、暑さには困んないね。OK。どっか仲間呼んでんな。ちょっと待って。それ破壊したい。当たれ、当たんないか。もう殴る。パコン、OK。よし。来た。どこいるかね。あ、槍が刺さってるよ。いた。お前だ、問題は。ご苦労様です。じゃあ、まあ、霧吹きいただいて、これで、え、飲むってあるよ。これ、お水じゃない？でも、このゲーム、お水の概念とかないから、大丈夫なんですよね。あ、来た。霧吹き。どれだ？これ、霧吹き。暑い気候でも涼しく過ごせる霧吹き。だからもう水がなくてもうどうしようもないって時は、これをね、やるべきですね。そして、どうかな？あ、でもここ違うからな、エリアが。多分、だよね。デイビスランドのアーマーが手に入りますよね。しかも、胸部。胸部はもう持ってる。うん。胸部はもう持ってんだな、これが。あれ？こっちはいけないんだ。あと一箇所どこだったら。なんか、看板あるよ。あ、ペドロの看板だ。レディー・テイマーとしては、ペドロのサーカスダウンをもう一回復興させようとしてんのかもね。あそこにペドロの看板がある、あるっていうか、あったってことは。え、マジどこだ？あと一個。あった。ラス1。OK。バボン。一気に吹っ飛んだ。OK。よし、帰るぞ。まずい、すげえ熱い。アロエってどんくらい回復するかね。ちょびっとですね。うん、やっぱり。水ほどではなかった。ああ、ここがね、拠点みたい。アルフレッド・デイビスの廃品置き場。サプライズ！エルフレッド・メイク・ビッグ・タンク。Here's map for ya.Alfred hope see you again. Always need helping hand.
はい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 。これか。見える系。あー、ちょっと見えないね。特殊なね、戦車作ってるみたいね。しかもアーム付きの。まあ、地図が読めないってことで、額がないっていうことは、わかるんだけど、ね、こういった機械技術とか、戦略にはね、長けてるみたい。あ、で、ペドロに持っていこうか。うん。これ。ああ、You finally found the map! Here, let me have a look see, kiddo.Wait, that's all you found? This is just one piece of my map. Now, that is interesting. We didn't want the first one to come along to get their dirty hands on our treasure, so we cut the map into several pieces. Well, I was thinking those Davis folks had got them all. But since they only have one piece, the others must still be in the canyon.If you take a look-see round those crashed wagons, you should be able to find them and get the treasure. But, I won't be going with you. I've seen enough zombies for a lifetime, and for another 10 after that. トーという思いで、渓谷で荷馬車を探す。そこにまとまってるってこと？いや、違うな。だよね。荷馬車はたくさんあんだ。で、そこにランダムで置いたんだ、地図を。果たしてテイマーまで行けるかね。うわー、やば。レベルがあるっぽいぞ。暑い場所、寒い場所。うん。ああ、もう、危ないって。あんた、復活は？いける。ちょっと相手しといて。気をつけなさいって。爆発は。そうだね。やばい。これちょっと離れておこうか。みんなこっち。みんなこっち。行くよ。せーの、バボン。あれ不発？待ってね。遠かったからっけ？せーの、バボン。いや、違う。引火しないんだ。銃じゃないと引火しないっぽい。これならどうだ？せーの。OK。今回はね、ゾンビを自爆させる心配。いや、待って、自爆ゾンビがいる。あっぶな。あっぶな。自爆ゾンビがここから出てくるよ。すげえピーピー言ってる。はい。まあ、一発撃てばね、爆発するからいいね。これはもう、遠くからやるのが一番。すげえ。オッケー。あ、気持ちいいね。自爆ゾンビ、撃つと。あいつは違う。あ、すげえいた、すげえいた、すげえいた。あ、居場所あったよ。居場所あった。はい。はい。はい、はい、はい。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい。あるかな？あった。この調子であと2枚もね、さっと見つかってくれればいいですけどね。いや、ここ埋もれてるからね、先制攻撃を仕掛けるのが難しい。オッケー、馬車見っけ。あ、ダメだ。これ、打ち水ゾンビ作んないとダメだわ。すげえ上がり方が。水はあるけど、結構使ってる頻度はね、激しい。セットボーナスがさ、防具にあるようだったらさ、ウエストランドのね、防具のセットボーナスとしては、厚さの耐性がつくとかあればいいんだけどね。こっちでいいか。こっちを打ち水にします。はい。ちょっと冷やして。どうだ？あ、下がっていく。めっちゃ下がっていく。いやー、涼しいなー。やっぱ打ち水ってね、気持ちいいですよね。有刺鉄線、初めて見るかも。今まで、見たことがない。やばい。あ、耐えた耐えた耐えた。え？いや、自爆に耐えてねえわ。死んじゃった。オッケーオッケー。まあでも自爆ゾンビをね、手前に置いたからね。おかげさまで。いい感じに。うん。
穴が開きましたね。自爆ゾンビの欠点だよねこれ。危ない。うかつに壁の場所で爆発させるとせっかくの防護壁がね壊れちゃうからね、注意しないといけない。危ない。あ、うちの子死んだ。死んだな。なんだなんだ、は、あ、足渡しちゃった。なんだなんだこいつ、何ゾンビですかね。砂漠地帯に生息してるこのタイプのは何だろう。羊じゃないもんね。ラマかね。ラマかもね。ラマゾンビ。しっかりしっかりしっかり。危ない危ない。死んだ。あ、ちょっと待って。あー、やばい、2体とも吹っ飛んだわ。自爆受けるともう完全にあの消滅するみたい。うわー、それは知らんかった。やばい。はい、今入れ。壊せ壊せ壊せ。片方壊れてるし、自爆ゾンビももう消えてるわ。OK。わかんかったみたいね。あ、で、あいつよ。ラマ、一体ね。ラマゾンビ。いった。危ない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 。このラマゾンビ怖い。あれ回復してない。あ、やっぱラマだ。唾吐いてきた。唾吐いてきた。汚ねえがやめろ。汚ねえが。ゾンビになってもね、唾を吐く習慣はね、忘れてないみたいね。どうやら。あった、2馬車。あるか。地図。いや、外れ。外れ。お、ここ味方のとこだよ。はい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 。いるか誰か。いや、誰もいないけど、ここを防衛してるね。うん。あ、パパデイビスのキャンプだって。さすがパパ。ね。強固なセキュリティですね。すげえ数のゾンビが護衛してるよ。どこで発電してんのかね、このゾンビの数。すごく気になるけど。ただまだパパデイビスのとこは行かないんだよね。うお、見て、やばいやばい、誰か助けてって。どこいる、どこいるかね。ドラム缶の中に入ってるかもね。超乱戦なんだけど。やばいやばい、スタミナが。いていて、やば、基地を襲撃してきたやつら以上いないだよね。それぐらいいるよね。くそ、ボケどもこれ。多分ドラム缶の中入ってるわ、女の人。いや、そうだね、ドラム缶の中入ってるってわけじゃないっぽい。じゃあどこだ、どっか高台に避難してる。ゾンビが密集してたからこの上にいるとか。いや、見当たんないね。なんだこれ。あ、唐辛子があった。囚人を見つけるだって。あ、女の人囚人っぽいぞ多分。やばい、起きちゃった。これだ、ちょっとごえ俺が。あ、やばい、あんね。まずいまずいまずい。あ、うわー、くそ、マジか。あ、ブーメランね、飛び道具扱いっぽいわ。だから、うん、あの、ヘビーアーマー着てたけど、あっちゅう間にやられたんだ。くそ。ブーメラン直に食らってるけど、ダメージめっちゃ高いね。地域で、危ない危ない危ない。ちょっとブーメラン持ち注意した方がいいわ。うん、で、消えてる今のうちに復活。それに、やばい、そういった、そういった。うわ、はあ、やばいやばい、上級のトラップあった。ギロチン、
ビリー・デイビス。待って。この地域、デイビス一家だらけだわ。3人かと思ったけど、多分これ、さっきの助け求めてた女の人だよね。どうやら妹もいるみたいだよ。あ、でももう、それやってるともう、ちょっときついわ。うん。鶴橋でペドロの、お宝を掘り起こす。どれ？待って。デイビスパパの、とこに置いてるよ。なんか揉めないかね。そういうことか。この近く、いや、ワープしないね。近くに行けばワープするのかと思ったけど。これは、どうすんだ？行けないよ。多分だけど、こっから下に降りてこっちに行くんだよね。で、ここのを取るって感じだと思うんだけど、ここもデイビスパパに話しかけた方がいいわ、一回。You want to enter the mind of old Papa Davis? Well, why not, I see? You can help me mine some gold. But first, I need to trust you. You're gonna need to work for me before I let you in. It'll be 25 years I've been searching for gold in these old mountains. All the neighbors, they be telling me there's nothing but coal here. But they were wrong, all right? Now they all gone and left.That's more mines for yours truly. Go on into the northwest mine and see if there's gold in there. We're gonna see if you got a true gold digger's heart. これちょっとすんげえめんどくさいぞ。ここ行くためにはパパデイビスのあれを達成しないといけないっぽいけど、すぐ済むかね。金山を探索する。いいんだよね、一箇所だよね。それならいいや。ラマいた。あ、暗っ。どこ行くんだ。やっぱ仲間で見ないとダメか。急に、鉱山の採掘ミッションが始まった。まあ、いるよな、ゾンビぐらい。いやー、そっちにいたか。頑張れ。オッケー。撃て撃て撃て。ナイス。痛い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 。大丈夫か。なんだ？鍵詰めだってみんな。これは多分。危ない危ない。これはゾンビ用のアイテムだよね。多分。どうだ、気になるな。あ、自分向けでもあるわ。わあ、ありがてえ。ウルバリンになれちゃう。これで。結構強いぞ。で、うちのゾンビにも、あるよね。かゆいところに手が届く。OK。おお、振り早い。あ、これがランタンか。ランタンゾンビか。すげえ明るいね。白飛びしまくり。いや、いいぞ、いいぞ、いいぞ。このウルバリン装備いいぞ。スタミナの消費もね、結構遅い。うん。で、攻撃力が高いから、すごくいい。キャンプ内の建物が損傷した。やばい、襲撃されてる。来てるな、来てるぞ。まあまあでも警備ついてるからまあ最低は守れると思うんだけど、やっぱ来るよね。俺がいない間も襲撃。わあ、すぐ戻れないとこにいるかな。もう頑張ってくれとしか言いようがないね。一応改善はしたよ。うん、これでラスト終わり。いいか。 What? Nothing? There was nothing in there?Not even the smallest speck of gold? Are you sure you searched everywhere real good? Well, you must be short of a fine old nose for these things. But I reckon you're the honest type, so I'm gonna let you enter my mind. But you be careful now. Don't be thinking you can take my gold.
いやそんな気はないのよ。普通に行ける？パパデイビスの鉱山抜けれる？ここ、あ、抜けれるか？鉱山の中にあんのか、あんのか、そうなのか、え、行けないの？ん？違うな。ちょっと待って、落ち着け。大変なことになってるやん。こん、待て待て、地雷たくさんある。これ地雷だよね。危ない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 、死ぬ死ぬ、即死即行く。危ない、くそ、急げ。ここだ、一番危ないのは。くそ、あー、なるほど、振動で感知するタイプの地雷っぽいね。なんだ、なんか長い長い、これなんだ、わかんないね。ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、危ない。さっきの何ですかね、この人この人。なんかホースついてるけど。何これ、マインドロッパー。なんだマインドロッパーって。おいで。いや、まさかの地雷エリア。これはパパが仕掛けたのか、それともペトロがね。うん、あ、投げることができる。おい、あ、やばいやばい。そうだね、ペドロが設置したのかは分かんないけど、どうやら緑色のはね、普通に自分たちも使えるみたい。 OK、 出た。うん、通路でしたね。外に出るための、外に出るための通路、外に出るための、そうだね、入り口があるところでしたね。で、で、やばれよ。あ、くそー。あ、ツルハシあった、みんな。OK。ということは、ツルハシをゾンボッドにも装備できるってことは、鉱物を採取したりすることもできるみたいね、最終的に。この近辺っぽいね。どこだ？君には、ツルハシ。種まきや頭蓋骨割りに便利。豊富の必需品。持ってるもんを使う。どう？掘り出した。頑張れ。掘ってくれ。いやー、手間のかかり具合が半端ない、このペドロのミッション。あ、ここだよ、ここにありそうな、だよね。掘って、ここ。ほら、正解だった。来たー。なんだい？ペドロの財宝来た。OK。尊い思いでパパデイビスに話しかけるだって。え？話しかけていいの？なんか取られそうな雰囲気はあるよね。What are them there medals?That'd be from my mine. And if that be from my mine and it be gold, it be mine. Cause my mine is mine. You best obey me now, you hear? I got myself a piece of rocket cabin and put it on my half-wit son's tank. Yeah.Gonna release my zombies on your pretty little face and destroy your camp with my tank. You hear? Oh, you like playing rough? Well, I will play rough. Yo, smash his teeth in! All of them. You can run, but I'll sure as hell find you. I'll hunt y'all down. やばい。初の液体が来た。いや、くそくそくそ。爆発した爆発した。待て待て。マジか。初の敵対来ましたよ。いで。やばいやばい。危ない危ない危ない。初の敵対来ちゃった。ちょっとね、これね。奥行った方がいいわ。出た方がいい。あー、地爆で一体粉みじんになって
一体はどうやら外に、外じゃないな、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。移動大丈夫大丈夫、弾ある。で、いや君復活させて、いやあの状態でのね裏切りはやばいね。どうにか突破するしかなかったもん。強欲だね。あんたの鉱山では見つかってないんだけどね。でもうちの鉱山で見つかったもんっていう体にしやがってね。結果敵対ですよ、初の。進化して、進化してっつうか、でで死ぬ死ぬ死ぬ、危ない危ない危ない、はい、あダメだ、危ない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 、痛い痛いひな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 、こっちおいで、従って頼む、効率よくこいつに勝つためにはそれしかないんだ、頑張ってんな、あれ OK、 はいはいはい、トラップ発動してなくない、あそっちが発動してんだ、失敗したな、そっちには俺はいない、あやばいやばい、うち、あ、そうか。今すんのちょっと難しいね。待って。どれだっけ？打ち水。打ち水のおかげでどうにか。うわ、やりやがったもん、あいつ。ボケ。2体死んでる。どうだ？無理か。いけるいける。ギリだった。ギリ粉みじんになんなかったみたい。で、先に打ち水が必要だから。ね。どうしても。君を選んだけど、うちの子どこだ、あと1体、はい、どうやらデイビスパパはこっから逃げたみたいね。うん、人のね思い出まで奪おうとするやつはね俺は好かんので、もう敵対する気は満々でしたよ。持ってきたぞペドロ、ほい。 You did it! Hernando's most targets hit with a knife medalRomwald's most knives hit with a target medal. The rocket shooting World Cup medal that Miguel won. It's all here. You've kept the memory of the circus alive, kiddo. Did you make an enemy of Papa Davis? That knucklehead will hunt you down. You should lure him to where you're strongest, your camp, and then bring him down. Thanks to you.I can honor all the people who entertained alongside me all these years before this dang pandemic hit. You can't know how much this means to me. Well, you've a lesson to teach a redneck. No time to get all sentimental now. パパデイビスをおびき寄せる。パパデイビスを避難所から誘い出す。これ初のボス戦になるね。戦車で来るんでしょう、例の。はい。ということで、本日はここまでにしておきたいと思います。今回ですね、そうだね、さらに北の砂漠地帯に行ったんですけど、どうやらデイビスはね、一人だけじゃなくて、デイビス一家で、あの渓谷、谷の砂漠地帯を仕切ってたみたいです。で、今回初のコミュニティの敵対にも遭遇したんで、次回はね、まあ予想としては戦車を持ってくるっつってたから、白熱したそうだね、キャンプ防衛戦になるんじゃないでしょうか。正直あの見た目結構ねでかかったからね、怖いです。まあ可能な限り守っていければいいかなと思います。あ、だった、俺の拠点どうなってるね、攻撃受けてたんですけど、どうだ、あー壁が壊れてるわ。Yeah. Your rocket is in danger. There are lots of wild zombies hanging around the camp. You'd better get rid of them. ロケットが危険にさらされてる。襲撃来るってこと？それとも襲撃が来たってこと？幸いなことに壊れてる場所はない。うん。ちゃんと守りきっ
て、まあ壁は壊れたと思うんで、一部修理をねもう終えてるって感じっぽいね。だから今のところバランスはバッチリ、計算通りです。それではね、島津のウェルカムトゥパラダイズになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。